アグスティン・ペドロフスト・ロロンは、アルゼンチンの政治家、軍人。今は式1十年間の時代のアルゼンチン大統領。父親のアグスティン・ペドロフストは、コリエンテス州知事である。アグスティン・ペドロフストは1876年に、エントレ・リオス州コンセプシオン・デル・ールグアイで生まれたが、出生後すぐに、ブエノスアイレスに移った。11歳の時には、士官学校に入学し、 ブエノスアイレス大学で土木工学を学んだ。1895年には中尉に、1902年には大尉になり、軍人としては少々まで上り詰めた。1915年には政治家に転身し、1922年からのマルセロ・トルクアトでアルベアール大統領政権下では防衛大臣を務めた。1930年のクーデターで、 イポリト・イリゴージェン大統領が追放されると、ホセ・フェリクス・ウリブルが大統領に就任して、今は式10年間が始まると、政治的混乱や強行が続いていた1932年2月20日には公認の大統領に就任した。1933年にはイギリスとの間でロカラン・シマン協定を締結している。1938年2月19日まで大統領を務めた。 1943年に亡くなり、ブエノスアイレスのレコレータ墓地に埋葬された。ありがとうございます。